はい、皆さんこんにちは、浦和寿司です。今日はね、久々に皆さんに、ブーケのレッスンをしていきたいと思います。ピンク系のね、可愛いブーケの作り方を今日は皆さんに教えます。ではね、早速今日の花材紹介からしていきます。どうぞ。はい、まずこちらがピンクのバラです。すごいね、こうラブリーなピンクですね。はい、次にこのね、タイリンガーベラです。これも可愛いピンクですね。はい、はい、これがグリーンのトルコキキョウ、八重のトルコキキョウですね。これもなかなかしっかりしたいい花材です。そしてね、結構こう定番になってきてると思いますが、このドラセナ、今回も丸めて使っていきます。でちょっとこうブーケに流れを出すためのこう名選手というかね、優れたアイテムですね、リキュウソウです。今日はね、こちらの花材で、ね、ブーケを作っていきたいと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、ではね、早速ブーケを作っていきます。まずこのようにバラとかは葉っぱがついてたりトゲがついてたりします。これを全部先に取って、でこのトゲもハサミで切って取っておきます。こういう状態ですね。こういう状態にして、花材の準備をしていきます。まあ、ガーベラはね、葉っぱがついてないので、このトルコキキョウもこう枝を取って、葉っぱも全部取っちゃいます。今回はこう丈の短いミニブーケですので、葉っぱはいりません。でこれがね、みんな結構悩みどころだと思うんですが、まあ、こういう枝分かれしてるところをどこで切るかっていうところですね。まあ、これだったらここもう長い、十分長いじゃないですか。20センチぐらいあるので、ここも枝でこのように切り分けちゃいます。全部このような状態にして準備をしていきましょう。はい、次にこのドラセナですね。これはよくね、このフラワー TV ではやってるんですが、1枚ずつのパーツにして、でこれを丸めて、丸めてホチキスで留めます。はい、このね、止め方とか技術的なものは、巻くという、技術なんですけれども、これ N フラワーテクニックです。これはね、 N フラワーサイトの会員サイトの中にこのテクニックは全て載ってますので、 N フラワー会員サイトの方をご覧になってください。そうするとこういう素晴らしいというかお花を作る上での使いやすいテクニックがたくさん載ってます。N フラワーの会員さんはもうこのサイトは全員見られますので、ぜひね、見て、練習をしてみてください。はい、N フラワーではこういうね、いろんなテクニックを駆使するっていうのもあるんですけれども、楽しみながらね、全てのアレンジメントや花束を皆さん覚えていきます。レッスンはとにかく楽しんでやるものです。N フラワーではこう苦しみとか、そういうものはこのレッスンの上ではなくて、もうとにかく楽しみながら全て習得していく、楽しみながらやるから早く習得できる、そういうような感じでやってますので、ぜひね、この N フラワーの仲間になって楽しいフラワーライフを送れたらいいなと、多くの方がね、送ってくださったらいいなと思ってます。なのでN フラワーにこう興味があるとか、会員になりたいよっていう方はぜひね、こちらとか下のリンクからお問い合わせください。またね、普通にこう、検索でN フラワーって検索してもらえれば一番上に出てきますので、N フラワーで検索してぜひお問い合わせください。よろしくお願いします。ではブーケの続きをやっていきましょう。はい、ではね、全ての準備が整いましたので、これからブーケを作っていきたいと思います。まずはこうバラを持ちます。